回ね、めっちゃびっくりしたことがあって、さゆりにさ、本当に僕ドキッとしたことがあって、タクシーで、ホテルに行くってことになって、タクシーを呼んだの。でもタクシーはいつも使ってるアプリで呼んで、じゃあホテル行こうかってなって、一緒にタクシー乗って行ったわけよ。僕、そのタクシーの名前とかを登録するんだけど、それを偽名にしているわけね。一応偽名にしているわけよ。で、そしたらさ、さゆりがさ、あんたなんで名前違うねんって言われて。アプリで呼んだタクシーって、なんか例えばさ、山田だったらさ、山田ですって言わないと、予約した人と同じかどうか確認できないからさ、言わなきゃいけないんだけどさ、それでさ、聞いたことのない名字が聞こえたからさ、あんた、なんで偽名なんって言われて、ほら、やっぱり、家からタクシー乗ったりとかする際に、住所を知られてる状態だと危ないやん。だから、偽名使ってる。言ったらさ、僕的には本当のところは、なぜ偽名かっていうと、運転手さんがホロライブを知ってた時に、名前までバレるのは芋づるでまずいなと思って、そういう感覚で偽名にしてるんだけど、普通はしないよねと思ってさ、すごい気まずくて、その後に僕試されてるのかなって思ったことがあったんだけど、すべての移動がタクシーにできたらね、みたいな話をしてたの。さゆりと。もう本当に全部の移動タクシーなんかできたらめちゃめちゃいいな、感染症対策にもなるしさーって言ってたらさ、さゆりがさ、我々平民には厳しいなーって。そんなお金かかるもん。もう平民には無理やわって言われて、平民ってなんだっけって。平民ってどういう意味だっけ、あれ何でしたっけと思って、もう僕もめちゃめちゃ焦ってさ、そうやな。やっぱり、芸能人とかお金持ちの人はそうするんやろなーって言いながら、平民ってなんだっけ、平民ってなんだっけって。マジめっちゃ焦ったんだけど、本当に。さゆりに試されてんのかと思ってよ。活動のこと知ってるから、なんかそれっぽいワードを出して、伺おうかなって思われてんのかと思ってさ、マジでさ、焦った。だって普通さ、そこでさ、平民なんてワードさ、あんまチョイスしなくねと思ってさ、マジで焦ったね。ドキーンとしたもん。さゆりが見とる？見てないだろ、さすがに。でも、さゆりは結構ね、ギャグとかも言うタイプだし、自虐っぽいこととかも普通に言うから、多分自虐ネタだな、多分、って思って逃した。いやー、普通にさ、気も冷えたよね。なんかバレてんのかなと思って、普通にさ、えって思ってもう、そわそわしちゃったよ。次会う時に平